キューティブロンド、キューティブロンド、リーゴリー・ブロンドは2001年制作のアメリカ映画20世紀フォックス配給、監督ロバートルケティック原作はアマンダ・ブラウンの同名小説第59回2001年のゴールデングローブ賞のコメディミュージカル部門において作品賞と女優賞リー・ス・ウィザースプーンにノミネートされた2003年には 続編、キューティブロンド、ハッピーマックスが制作された。アメリカでは2001年6月26日にプレミア上映された後、同年7月13日に2620巻で公開され、週末興行成績で初登場1位になり、トップ10内には6週間いた。日本では2002年4月27日に丸の内シャンゼリゼ、 渋谷東急3系列他で公開され、週末工業成績、東京都内ご区集計では、初登場10位となった。2007年に、ミュージカル化作品が上演、後日。日本では2013年、専属学園音楽大学ミュージカルコース主催、中高生のためのミュージカルとして上演された。2017年、東方主催の商業版日本書演が、 シアタークリエで上演される。ブロンド娘が活躍する痛快サクセスムービー。ブロンドジョークをネタにした話。低予算ながらも全米初登場1位となる。ハーバード大学が舞台になっているが、実際にハーバード大学が登場するのはボストンの空撮シーンのみで、ほとんどのシーンの撮影はカリフォルニア大学ロサンゼルス校、南カリフォルニア大学で行われた。 制作当初、制作関係者たちは、舞台の法科大学院を、ハーバード大学ではなく、シカゴ大学の法科大学院にしようと考えていた。しかし、映画の終盤にある、法科大学院の教授であり、L のインターン先の弁護士事務所の所長である、弁護士のキャラハンが L に言い寄り、足を触るシーンを、シカゴ大学の関係者が、嫌い、映画の設定に、前向きな意向を示した。 ハーバード大学が舞台となった2003年続編キューティブロンドハッピーマックス発表2007年にはの題でミュージカル化されたこのミュージカルは2007年の第61回トニー賞にて7部門にノミネートされたミュージカル部門主演女優助演男優助演女優脚本作詞作曲振り付け衣装デザイン賞 2009年には、エルのイギリス在住の双子のいとこが、カリフォルニアの名門私立学校に転入するという、設定の定年齢向けスピンオフ作品が、カミラ、ミリー・ロッソ、レベッカ、ベッキー・ロッソ書演で制作され、ベイビーシー及びディズニーチャンネルで放映された。日本では2009年11月に、キューティ・ブロンドさんの題名で、DVD が発売された。 リース・ウィザースプームは出演していない。主人公のエル・ウッズは、ブランドファッションで身を固めた典型的なで、クラ、ロサンゼルス私立大学で、ファッションマーチャンダイジングを学び、成績は、オール A で、卒論は、水玉模様のフミ、また社交クラブ、デルタヌーの会長。しかし卒業が間近となったある日、彼氏のワーナー・ハンティントン、3世は、30歳までに、 上院議員を目指す。マリリン・モンローみたいなブロンド女は、議員の妻にふさわしくないとの理由で、L を振る。何でもポジティブ思考の彼女は、一年発起して、彼と同じハーバード大学のロースクールに行くことを、決意する。社交クラブの友人の協力のもと、ロースクール検定試験では、猛勉強で合格来の175点を179点で、クリア、ビキニ姿で登場した。 アプリケーションビデオがこうおそうしたのか、見事、難関に合格して、愛犬のブルーザーと一緒に、学生寮へ入る。しかし、ロースクールでは、ワーナーはすでに、ビビアン・ケンジントンという優等生の婚約者がいた。エルは、ワーナーの気持ちを変えることができず、また教授や他学生からはその浮きまくったスタイルや、言動から批判的な視線を浴びる。しかし、それが帰って、エルのやる気に火をつけ、 エルの目的は彼氏を取り戻すことから、次第に一人前の立派な弁護士になることへと移っていく。ヘアネイルの店で、普通の女性ポーレット・ボニファンテと知り合い、親切な先輩エメット・リッチモンドに抗議のコツを教わり、厳しい女性教授のストームウェルに仕ごかれ、おしゃれなノートパソコンで勉強し、フィットネストレーニング中にも本を話さず、とうとう凄腕弁護士で教授でもあるキャラハンの、 法律事務所に、ワーナー、ビビアンと一緒に実習生として選ばれて学ぶことになる。彼女たちが手掛けた裁判は、ブルック・ウィンダム、旧姓テイラーによる、夫の殺害容疑。ブルックは、デルタヌーでのエルの先輩で、美容法レッスンでビジネス的に成功しており、財産目当ての殺害ではないことは明らかだが、ブルックは、 殺害時のアリバイを語ろうとはせず、目撃証人としてプール係のチャック・サルバトーレと夫の娘がいた。エルが誰にも言わないことで聞き出した、ブルックのアリバイは、その時間にライポサクションをやっていたことだった。証人に対する反対尋問の間際にエルは、自分の靴が去年のプラダであることを指摘したサルバトーレはゲイであることを知り、ブランドに詳しい男性はゲイ。 キャラハンの補佐弁護士であるエメットはそれを活かして彼が被告の愛人だったことはありえない、証人としての発言に疑義があるということを暴く。しかしその後、キャラハンは L にセクハラもどきの行為をし、怒った彼女はロースクール及び彼の事務所での実習をやめると宣言する。そんな彼女を止めたのはエメットとポーレット、それにポーレットの店に居合わせた。 ストームウェル教授だった。エメットは被告人のブルックやビビアンたちと相談して一計を案じる。翌日、ブルックはキャラハンを解雇して新しい弁護人として L を指名し、その補佐をエメットがすることになるマサチューセッツ州の法規として学生、実習生でも正規の弁護士がいれば弁護人になることができる。 エルは娘への反対尋問で、事件当時シャワーを浴びてて銃声が聞こえなかったということはありえない。なぜなら、パーマを当ててから二十四時間は頭を洗ってはいけないから、という、おしゃれな女性なら誰でも知っている事実を指摘し、娘の犯行であることを暴く。事件解決後、見かけとは、裏腹のエルの才能と努力に心をかいたワーナーは、 改めて彼女にプロポーズし直すが、エルは30歳までに自分の法律事務所を持ちたいから、お断りとワーナーを振る。2年後の2004年、エル・ウッズは卒業生総代に選ばれ、友人や教授たちに感謝し、We did it! と叫ぶ。2007年、本映画のミュージカル作品が上演された。脚本は、ヘザー・ハック、音楽、詩和、 ローレンス・キーフとニール・ベンジャミンが担当。原作はアマンダ・ブラウンの小説と2001年に公開された同名の映画サンフランシスコのゴールデン・ゲート劇場にてトライアウト上演後ブロードウェイのパレス劇場にて4月3日から30回上やれたプレビュー公演を経て4月29日から2008年10月19日まで595公演が上演された。本公演は トニー賞のミュージカル主演女優賞、エル役、ミュージカル女演男優賞、エメット役、クリスチャボール、ミュージカル女演女優賞、ポーレット役、オルフェなど7つの賞にノミネートされた。2007年9月18日には、MTV の特別収録が行われた。これとは別に、無観客で2回の収録が行われ、合計3回の映像をもとに、MTV 放送用の映像が制作された。 2008年、2010年に全米ツアー公演が行われた。2009年11月14日から2010年3月14日まで、韓国のコエックス・アルティウムにて、アジア初演となる公演が上演された。エル役はジェシカ。2012年11月16日から2013年3月17日まで、エル役をジェシカ、チョン・ウンジ、チェウリのトリプルキャストで上演された。 イギリスでは、ウエストエンドのサボイ劇場にて2009年12月5日から上演されたプレビュー公演を経て、2010年1月13日から2012年4月7日まで上演され、ブロードウェイでの公演数を上回る974公演が上演された。本公演は、ローレンス・オリビエ賞の新作ミュージカル作品賞、ミュージカル主演女優賞、エル役、 ミュージカル女演女優賞、ポーレット役、ジルハンフ・ペニーを受賞した。2011年、全英ツアー公演が行われた。2011年6月23日から、フィンランドのサンパリンナ野外劇場にて、北欧初演となる公演が上演された。2012年10月4日から、オーストラリアのスターズリリック劇場にて上演された。本公演は、 ヘルプマン賞のミュージカル作品賞、ミュージカル主演女優賞、エル役、ルーシー・デュラック、ミュージカル女演女優賞、ポーレット役ヘレン・ダリモアなど5つの賞を受賞した。2013年7月19日から、ドミニカ共和国の国立劇場にて上演された。エル役は、日系ドミニカ人のアカエンド動。本公演は、ソベラの賞のミュージカル作品賞、男優賞、 エメット役、エクトル・アニバル、女優賞、エル役、アカリ・エンドウなど4つの賞にノミネートされた。2013年8月24日、専属学園音楽大学ミュージカルコース主催の中高生のためのミュージカル公演として、同大学ビッグマウスにて日本初演が上演された。東方、関西テレビ放送制作の公演が2017年3月21日から、 東京のシアタークリエ、日本全国で上演予定。エル役は神田沙也加。2013年8月24日、専属学園音楽大学ミュージカルコース主催の中高生のためのミュージカル公演として、同大学ビッグマウスにて日本初演が上演された。東方、関西テレビ放送制作。主人公エルは神田沙也加が演じている。青山へ行くよ。 エリアンナ、北川理恵、浜平夏津美、上野清太、加藤淳一、高瀬武志,志、古川俊大。青山エくよ、織井道子、浜平夏津美、山口隆子、上野清太、高瀬武志,志、棚橋レオン、古川俊大。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。